うもスタリーコーチ代表にざです。しゃだです。さあ今回は参考書一冊解説シリーズということで、扱いたい参考書はこちら、青木の地学基礎をはじめから丁寧に文系の地学基礎を選択する人が使う可能性がある参考書なんで、翔太さんが実際に使ってたということで、この参考書のレビュー、良かった点、悪かった点、あとおすすめの使い方、動画で話していただこうと思いますので、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは最高ってことで、翔太さん1ヶ月ぶりの撮影です。はい。今回使う青木の地学基礎をはじめから丁寧にっていう参考書なんですけど、いつ頃使ってた参考書ですか？高3の夏以降、受験半年前ぐらいに使って、地学基礎はこれで固めたっていうような感じなのかな。そうです。高校で地学基礎もともと授業であったので触れたことはあったんですけど、参考書とかを使って基礎固めといた方がいいなと思ったのが高3の夏、とりあえず一周この参考書を読んでみて、なるほどって思って一旦放置して、秋冬になってもう一回ちゃんとやってセンター試験に臨んだっていうスケジュール感です。この一冊で基礎しっかり固めたってことなんですけど、はい、翔太さんって地学基礎とあと化学基礎だよね。はい、そうです。この二つを始めたのって大体いつ頃？高1高2で高校の授業があったので、そこで触れつつ受験勉強、そして本腰を入れたのは高3の夏です。ちょっと不安やから高校2年生からやりたいみたいな感じの人もたまにいるんだけど、高校3年生の夏で遅かったな早かったなとかってありました？早かったぐらいかなって思ってて。だよね。夏に一周したんですけど、秋もやり続けるほどの分量もないし、やることすぐなくなっちゃうんで、じゃあまあ秋冬でいいかっていう感じで一回寝かせたっていうのがあったので、高2からとかは絶対やる必要ないと思います。分量が多くないからサクッとあるもんね。あっという間ですね、本当に。この YouTube チャンネル高校2年生以下の人が見てることが多いかなと思うんですけど、文系の人はまだまだ先ね、高校3年生の夏以降スタートするっていうことで、来年とかまた見てくれたら嬉しいんですけどこの参考書の簡単な情報をお伝えすると、全部でチャプターが12個分かれてます。ぶっちゃけさっき翔太さんの話にもあったんですけど、この参考書をちゃんと固めたら地学基礎に関してはもう十分基礎知識は固まります。この青木の地学基礎はじめから丁寧にをやって共通テストの過去問をやればもう十分です。それ以上はね、もう文系の場合だったらオーバーワークじゃない。よっぽど暇でかつ絶対満点がいいんだってことであれば、もう一種類参考書をやって、漏れがないかダブルチェックするとか、あとは違う角度からの書き方とかにもなれるっていうのはなくはないと思うんですけど、よっぽど暇じゃないとそんなにやる暇があったら社会とかね、英語の話だ。あと地学基礎は知識を問う問題がもちろん多いんですけど、ちょっと考えないと答えられないような選択肢が結構多いのが他の理科基礎の科目に比べると特徴かなと思うので、ずっとインプットを続けるというよりは過去問とかでどんどん練習していった方が効率はいいかなと思います。そうだよね。9月11日新宿校、10月16日横浜校と福岡校がオープンしました。東大生総形成コーチとオンラインで学習計画を立て、校舎の自習室で勉強をし、校舎スタッフが立てた計画を1日ごとに細かく管理をしていきますので、サボれない最強の校舎となっております。無料体験も実施しておりますので、興味がある方はぜひ概要欄のリンクより確認してみてください。実際に翔太さんが使ってたってことで、こういうところ良かったよ、逆にここちょっとデメリットだよってところをそれぞれ挙げてもらおうかなと思うんですけど、最初にメリットでいきましょうか。この参考書ここが良かったっていうところあったら教えてほしいんですけど。ざっくりしてるんですけど、なんとなく読みやすで選びました。なるほど。地学基礎の有名な参考書って多分 2,3 種類あって、どれもされてるし、正直もうどれでもいいんですよ。なんとなくパラパラ立ち読みした時に一番気に入ったこれを選んでみたっていう感じです、うん。ブックスの本はフォントがちょっと大きくて、一冊一冊がごっつくないから読みやすいのかなっていう感じがするんですよ、うんうん。参考書の良し悪しはまあ人によって分かれるけど、個人的な印象を通しまして読みやすいっていうのはあります、ね、っていう読みやすさが一つ目。二つ目何かあります？そんなに思いつかないぐらい差がない地学基礎の参考書、どれでもいいって感じです、マジで、うん。だけど、まあ、参考書使わないのに比べたら圧倒的に情報はまとまってるし、うん、共通テストに出る分野出やすい問題とかがちゃんと分かりやすく示されてるので、効率よく絞って対策できるのは効率よく進めるべき理科基礎においてはメリットなんじゃないかなって思います、うん。この参考書に限らずね、参考書は情報がまとまってるからやりやすいよねと、はい、メリットって本当ぶっちゃけそのあたりだよね、はい。逆にじゃあこの参考書ここ悪かったなっていうとこなんか思いつきます？もうちょっと欲しかったのは演習問題。過去問でできるっちゃできるんでいいんですけど、私結構過去問やり尽くしちゃってもっと問題が欲しいみたいなタイプだったので、もうちょっとあったら楽しかったなって。結構ギュッとね情報量を圧縮したような参考書なんで、うん、青木先生のね地学基礎をはじめから丁寧にで共通テストの過去問行って演習を積むっていう人もいれば、うん、
ここに並行してリードライトノートを使って演習を積むっていう人もいる。あとは学校でセミナーとか配られるところも多いんじゃないかな、うんうんうん、そこら辺を組み合わせていきながらやればいいけど、この参考書プラス共通テスト書く問だと翔太さんが言ってた通り演習量自体はちょっと少ないかもなと。学校で配られた問題集とかやってなかったの？何かの演習問題をやらせてもらってたんですけど、センター試験の過去問の抜粋の問題集だったんですよね。だから、かぶっちゃってて新しい問題をやるって感じではなかったので、もう演習量としては増えなかったかなっていう。翔太さん的には演習量がもっとちゃんと取りたかったっていうところがデメリットの一つ目かなと思うんですけど、はい、他ある？他は特にないですかね。4月基礎の選択の人は王道どこ2冊だと思います。面白いほど分かる本か、初めから丁寧にシリーズか、どっちかを使ってからしっかり違う人の基礎を固めてあげようかなっていうところですね。スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強の対戦を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、また勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。最後にこの参考書を使った身としてこういう風に進めたら効率よく勉強ができる、内容が定着するっていうやり方あったら教えてほしいんですけど。地学基礎って分野間の関わりがあったりするので、一つの分野ごとに集中して終わらせて終わらせて終わらせてというよりは、一冊一回ザーって読んでみて、その後また細かく詰め直していくで、また2週目、まあ必要だったら3週目4週目っていう風に進めていった方が効率よく進められるんじゃないかなっていう科目だと思います。他の動画で生物の勉強法について話してもらった時も同じようなこと言ってて、うんうん、まずは全体の構造、全分野を把握しましょうっていう話を他の方がねされてたんだけど、理科、うん、っていう科目で物理と化学に関してはもうかなり分野ごとに差があるんですけど、生物と地学に関してはかなり横につながっていくような分野、うん、なんでまあ全体をバーッと読んであげるってことは最初にやっておいた方が良いかなと思うんです、ね、うん、で各分野を細かく詰めていくって感じか。今から地学基礎ね勉強する人はまずはその方針で全体の勉強を進めてみてくださいということで、今回の動画は翔太さんに青木の地学基礎をはじめから丁寧にの使い方について解説していただきました。まあ、地学基礎をねここから進めていこうという方は参考になる動画だったのかなと思うんで、ぜひ今後の勉強の参考にしてもらえればなと思います。翔太さんありがとうございます。ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今後も動画発信していきますので楽しみにしていてください。それでは本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。